今日はね、じゃん、金時豆ともち米、この2つであっという間にまるでせいろでふかしたかのような美味しいお粉を作ります。で、金時豆も水に戻さないでいいです。もうさっと洗っといただけです。それで 75g の金時豆にお水を2カップ入れます。20分煮てから次に入れるんですね。金時おこわですけど、先にお豆を煮ました。シワがなくなったぐらいで、まだ煮えてない固ゆでです。固ゆでぐらいになったら、ざるにあげといたもち米が2カップ入ります。それで平らにします。この時に水分量がこれだとちょっと足りないの。これで少しお水足しますね。置くときに調整してください。このぐらい、ひたひた、割り箸がプカプカ浮くような感じだと入れすぎ、このひたひたぐらい、ひたひたか、まあでもね、後で固かったら少しまたやればいいので、べちゃべちゃになるよりはいいから、まあこのひたひた1ミリか2ミリかするまで、中火で、沸騰してきたでしょ。今中火で沸騰してきたので、このぐらいグラ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 したら、もう火を2にしましょう。2っていうのは本当にホタル火ぐらい。それで12分で炊いていきます。炊けてみましょう。10分蒸らしてましたよ。わー、ツヤツヤできてます。できてる、ちょうどいい硬さです。ほら、 お豆も意外といっぱい入ってるでしょ。大きいよ。うちの娘ね、これ食べさせたらね、金時豆のおこわの方が好きみたい、小豆のより。これ美味しいって言ってるね。こんな簡単にできちゃうから、